国宮朝彦神の宇。皆さんこんにちは。今回は国宮朝彦神の宇についてご紹介します。朝彦神の宇といってもご存じない方も多いでしょうが、幕末政治の表舞台で活躍した中川の宮、昭蓮院の宮といえばピンとくるのではないでしょうか。そして昭和天皇の皇順皇后となった長子女王は朝彦神の宇の孫にあたります。この朝彦神の宇が幕末明治に送った人生を振り返ると、皇族といえども政治の表舞台に出て正装に敗れると容赦ない扱いを受けることがわかるでしょう。ぜひ最後までご視聴くださいね。生い立ち。国宮朝彦神の宇は文政7年1月に京都で誕生。父は伏見宮国家神の宇、母は家の女房といういわゆるお手つき女中で鳥居氏信子となっています。朝彦神の宇は17男15女の兄弟の4男です。司馬説。朝彦神の宇の出生については司馬遼太郎本に登場する話があります。母は工事の女とだけで名前不詳の身分の低い女性だったため、朝彦神の宇は8歳で寺に入れられました。普通の宮家の王子が寺に入るというのは門跡寺院の主となることですが、朝彦神の宇はそうではなく単なる見習いのお坊さんの小僧。なんと先輩僧たちの恋文を届けるなどの使い走りもさせられたという扱いでした。宮家に生まれても聖母の身分によって扱いが違うというのは一夫多妻制にありがちなことですが、ここまで扱いが違うのはひどすぎです。聖母の名前が不明というのもありえないだろう、よほどの事情があるのではということでした。なおウィキにある鳥居氏信子の生年月日、没年、もちろん出自も不詳です。しばしは戦後すぐに新聞記者として京都の寺や学校を担当して取材していた経歴があります。なのでおそらくは皇順皇后の祖父として取り繕われたであろう朝彦神の宇の出生の秘密について、有名人にうるさい京雀の聞き伝えからあまり知られていない朝彦神の宇の聖母について知った可能性が大いにあると思います。伏見宮家とは、伏見宮家は南北朝時代の北朝の始皇天皇の義仁親王を祖先とする最も古い世襲宮家です。宮家とは天皇に即位しない傍系の皇族男子が分家して建てた家のことですが、大抵は一代限りでした。義仁親王の次の代の定房親王は五子松上皇の有志となって54歳で親王宣言を受けましたが、象徴元年に昭光天皇の崩御に伴い定房親王の第一王子である彦仁王が御花園天皇として即位しました。この時に伏見宮はいわば本家の天皇家を継いで消滅するはずでしたが、後世2年の定房親王の薨去後、御花園天皇が定房親王の次男の定常親王に伏見宮御宇と財産を相続させたのです。宮御宇は所領があった伏見御陵にちなんだもので、これが世襲親王家伏見宮の始まりでした。なお世襲親王家であっても天皇か上皇の有志にならないと親王宣言を受けられないことになっているので、世襲親王家は天皇家との血縁で特権があるのではなく、宮家として特権があるということになるようです。その後天正17年に八条の宮家、後の桂の宮家、寛永2年には高松の宮家の地に有栖川の宮が、そして宝永7年には寛院の宮が創設され、世襲四親王家と称されるようになりました。代々子沢山だった伏見宮家は、江戸時代後半の19代定義親王は16男19女にもの子宝に恵まれて成人した男子が5人、20代国家親王は前述のように17男15女に恵まれました。そのために明治後の宮家は有栖川の宮家を除いた全ての宮家が伏見宮家の親族、また太平洋戦争後に親戚降下して現在旧皇族と言われるのも伏見宮家の親族ばかりなのですね。なお21代伏見宮となったのは朝彦親王の弟で6男の定憲親王、22代と24代の伏見宮を継承したのはやはり弟で14男の定成親王なのはやはり聖母が正室の高司恵子だからでしょう。また長兄は初代山科宮となった明親王、次兄高宮は初代聖護院宮義子と親王、三男常任入道親王、満朱印門跡になっています。そして朝彦親王の弟たちは
八男明仁親王が初代小松宮になり、九男は義久親王で、十三代林王寺の宮門跡は後に二代目北白川の宮。十三男友成親王は初代北白川の宮で創生。十五男は親戚降下して清水へ乗り伯爵。十六男琴仁親王は寛因の宮家を復興して六代目寛因の宮。十七男は頼仁親王で初代東伏見の宮となり、女王たちもそれぞれが門跡寺院に入るか公家家族と結婚しています。仁孝天皇の有志となる朝彦親王は寺小僧としての修行で揉まれて育ったこともあったのか、逆に世間知に長けて才覚を表したということです。そして天保七年12歳の時に朝彦親王の境遇を憐れんだ仁孝天皇が有志とし、翌年に親王宣下を受けて成乗りの名を下賜されました。皇族に生まれても親王宣下をされないとそれなりの待遇は得られません。朝彦親王はその翌年の天保9年に得度して孫王の褒美を賜り、奈良興福寺塔頭の一乗院の門主となりました。その後嘉永5年には昭蓮院門跡の第47世門主となって褒美を孫悠と改名。昭蓮院が阿波田口にあったことから朝彦親王も歴代門主と同じく昭蓮院の宮阿波田宮と呼ばれるようになりました。その後朝彦親王は第228世天台座主にも就任し、やっと宮家の親王らしい待遇となったのです。川路利明と出会う。朝彦親王は奈良の興福寺にいた頃、左遷されて奈良奉行だった川路利明と知り合い交流を持ちました。川路利明は奈良奉行として現在も残る興福寺野党大寺から佐保川の堤までの数千本の桜と楓の木を植え、奈良公園の名所の元を作った人です。その後勘定奉行兼解剖係としてロシア使節のプチャーチンとの間に日露和親条約を調印し、安政の大津波で遭難したロシア船を復元するため辺田号の建造を修繕したり、アメリカ公使ハリスとの交渉でも絶賛される有能な外交官となりました。川路は安志吹事という日記を残していて、朝彦親王と一緒にお酒を飲んだ話、朝彦親王はなぜか帝髪を嫌ったとか、興福寺と東大寺の仲立ちをした朝彦親王はすでに側室がいて子供が生まれていたなどの逸話を書いているようです。黒船来航で京都の朝廷がクローズアップ。黒船来航、嘉永6年にアメリカのペリーが浦賀に来航し通商を求めました。これ以後を幕末といい、日本は激動の時代に突入。この年が忌中の年だったため、木戸孝允は明治維新以後も忌中以来という言葉を使ったそうです。実際はペリー来航以前にも外国の船籍は日本近海に現れていたし、アヘン戦争で清国がイギリスに敗北したことは薩摩藩主ら一部のインテリ層に伝わり国防意識を高めていたのですが、ペリー来航で外国の脅威が一般庶民にも現実のものとなったわけですね。ペリー来航をきっかけに幕末日本では尊王攘夷運動も高まってきたのは、幕府の勢力に衰えが見えていたのが理由です。この国難を乗り切るため老中の安倍政宏が朝廷をはじめ外様大名を含む諸大名、身分を問わず一般からの意見を募り、越前藩主の松平義長や薩摩藩主島津成明らの意見を入れて水戸藩主徳川成明を解剖係参与に任命しました。これが諸大名の幕政への介入の原因となって、それまでは譜代大名が独占して行っていた政治に外様大名や朝廷の公家らが口を出すようになり、朝廷の権威も強化してきたんです。安倍が意見を募ったことは幕閣が人材不足となっていたため仕方がないことで、この時に採用された中には幕閣に入れない低い身分の御家人出身の勝海舟もいたのも確かです。しかし安倍が広く意見を募ったことはやはりパンドラの箱を開けたということになるのではないでしょうか。安政の大獄で処罰される。ペリーは来航の翌年に再来航して日米和親条約を締結し、さらに米国総領事タウンゼント・ハリスが来日して日米州交通商条約の調印を幕府に迫り、幕府は諸大名に意見を聞き条約締結の方向になりました。しかし調印には朝廷の勅許が必要ということになって老中堀田正義が上洛したのですが、梅田運賓ら在京の尊攘派が工作を行い、攘夷論者である孝明天皇は勅許を下さなかったのです。また
この頃は13代将軍家定の跡継ぎをめぐって紀州義臣の南紀派と一橋慶喜の一橋派が激しく対立していました。そして安政5年4月に南紀派の井伊直弼が大老に就任。井伊大老は朝廷の勅許を得ずに条約の調印と13代家定の意思もあって紀州義臣の将軍継嗣指名を断行。このために井伊大老を詰問しようと前水戸藩主斉昭、尾張藩主義勝、越前藩主松平義長らが江戸城へ押しかけました。しかし幕僚以外の大名は決められた時以外に江戸城への途上禁止だったので、井伊大老は斉昭ら御三家審判大名たちに対し富士戸城の禁を犯したとして隠居謹慎などの処分を申し渡しました。その後井伊大老は反対勢力を次々処分していったのが安政の大獄です。少年院門跡だった朝彦親王は一橋派で条約締結に反対の立場で運動し、この頃は南朝の後醍醐天皇の皇子を彷彿とさせるとして今大豊宮と呼ばれて過激派士たちにもてはやされていました。そのために多くの公家たちと同様に隠居長蟄居の処分を受け、少年院門跡を辞して小国寺塔頭の刑法権に幽閉されたので塩院の宮と呼ばれるようになりました。公武合体派として活動、国寺御用係となる。井伊大老は翌年の万延元年に桜田門外の変で暗殺後、一橋派の諸大名たちと同様朝彦親王も文久2年に赦免されました。そして朝彦親王は同年には国寺御用係として朝廷の政治に参画、孝明天皇の補佐をするようになったのです。なお国寺御用係とは朝廷で国寺を儀するために設けられた役職で、朝彦親王の他には近衛忠広、一条忠義、三条実富、姉が小路金とも中山忠康ら29人の公家でした。そして朝彦親王はこの翌年には還俗して中川の宮の宮郷を名乗り孝明天皇の側近となったのです。孝明天皇の立場はこの当時尊王攘夷派と佐幕派に分かれて対立していたのは誰が見ても江戸幕府の権威が衰えていたからでした。そして徳川将軍に代わる存在として注目し利用されたのが天皇で、尊王というのは天皇を敬ってのものではなくて政治的なもので、維新の志士たちは陰では天皇を玉と呼んでいたことは有名です。その上に肝心の孝明天皇はほぼ京都御所の外の世界を知らないという特殊な世界に生きていたため、江戸幕府の権威が衰えたことも時世の動きも全く知らなかったのです。孝明天皇はひたすらに今まで通り徳川将軍が政治を行うことを切望し、他の一般庶民と同様に神代の頃から鎖国していたと考えていて、自分の代で外国人が日本に入ってくるのが許せないと鎖国の継続を望んでいました。もちろん天皇個人は将軍にとって変わるつもりは全くなかったのです。しかし長州藩は幕府を倒すために朝廷の天皇の権威を利用しようとして公家たちを買収。公家たちは権力を持って中央政界に躍り出る機会を得てはっちゃけ、孝明天皇を恫喝してまで言うことを聞かせようとしたのです。8月18日の政変で活躍。攘夷の実行とは、文久元年頃から京都では長州藩士たちが攘夷を唱えて活動していました。そして京都市内の治安が非常に悪くなったこともあり、文久2年の文久の改革で政治総裁職、将軍後見職とともに設けられた京都守護職に会津藩主松平容保が任じられ、藩兵1000人を率いて赴任しました。容保は誠実な人柄で孝明天皇の信頼を得、また会津藩兵の存在と会津藩が雇った新選組が治安維持に努めたことで京都の治安も収まりました。しかし長州藩の尊攘派志士たちは尊攘派公家たちを使って倒幕のための陰謀を画策していたのです。大和行幸の意味、三条実富が勅使として孝明天皇が発したという攘夷勅命を実行するように幕府に詰め寄り、14代将軍家茂が上洛。孝明天皇は攘夷祈願のために家茂らを伴って加茂神社、次に岩清水八幡宮に行幸させられました。天皇が徳川将軍を伴って神社へ行き祈願し説刀を授けるということは非常に意味のあることでした。なので岩清水八幡宮へは
家茂は病気と称して愚部を辞退し、一橋由伸が名代となりましたが、急な腹痛と称して窃盗を授けることはしなかったのです。このために再度大和行幸が計画されました。これも単なる神社詣や祈願ではなく、孝明天皇が神武天皇陵の前で自ら軍を率いて攘夷を実行する宣言をするというすごいもので、長州藩に牧泉が検索したものです。孝明天皇が宣言すれば、幕府が攘夷を実行しないことを理由に、尊王攘夷派は倒幕を推し進めるつもりでした。この当時は外国と条約を結んで開港した横浜を鎖港することを期限を決めて幕府に約束させるなど、現代人から見ると理解不能なことを大真面目にやっていたのですが、これも全て倒幕のための手段でした。長州藩のやらかした四国艦隊下関砲撃事件もその一つです。なお将軍家茂は海路江戸へ帰ってしまったため、孝明天皇の信頼厚い松平容保をこの機会に京都から遠ざけようとして江戸へ下るようにと勅命が下りました。しかしこれも容保と会津藩兵を京から遠ざけるための牧泉発案の義直で、容保は困惑すると、なんと孝明天皇が宮廷の慣例を破って前監督近衛忠広を通じて容保に直接信函を届けさせ、あれは義直でこれが陳直である、自分は容保を最も頼りにしているとあり、容保は感激したということです。孝明天皇の真意。なお石清水八幡宮行幸後の4月23日に、孝明天皇は朝彦親王に、石清水の行幸は過激な公家らが強いて創生し仕方なく従った、また神聖の説を聞くが決して自分の気持ちではないので、朝彦親王の計らいで過激な朝議を一掃せよという内容の信函を送っています。実際三条実臣は無理にでも連れて行くと脅迫し、孝明天皇はシラフでは行けず大酒をして酒の勢いで鳳輦に乗ったということです。孝明天皇は大和行幸が迫ると憔悴で寝食も取れない状態となり、また市中でも行幸の間に御所を焼き払って天皇を長州に迎える、または横浜の征伐に向かうという風説が流れたということなんですね。西国鎮武使を断る。8月8日朝彦親王に西国鎮武使の内命が下りましたが、これは孝明天皇の側近としての朝彦親王が邪魔になり京都から遠ざけようとした長州派の三条実臣らの画策でした。朝彦親王は一旦内命を受けたものの、偽装三条実臣等の策謀から出たものと尻こじして長州派の有力者の一人で政敵の太宰措置有栖川宮垂仁親王に役目を譲りました。薩摩藩が会津藩と同盟し、8月18日の政変が勃発。そして長州藩が暗躍して、長州派の公家の三条実臣らが朝廷を動かしているのを憂慮していた薩摩藩が会津藩の武力に目をつけて同盟を結ぶことを申し出ました。松平容保は快く応じ、薩摩藩は薩摩派の朝彦親王に会津藩との同盟を伝え、朝彦親王は孝明天皇に伝えました。8月13日に大和行幸の詔りが発せられましたが、これは義直でした。朝彦親王は近衛前関白と二条右大臣の賛成を取り付け、16日には参内して孝明天皇に報告し、天皇は国家の害を除くべし、容保に命を伝えよとの陳直が下り、17日の夜半に会津、薩摩、その他の4藩が御所の9つの門を固めました。翌朝事態に気づき出動した長州藩と睨み合いになりましたが、その後謹慎蟄居を命じられた三条実臣ら過激攘夷派公家7人が長州へと都落ちし、長州藩士たちもお尋ね者になったのです。大和行幸関連の事件も多発。大和行幸が大変な事件だったということは、政変の前日の8月17日に土佐浪士の吉村虎太郎らが大和行幸の先方となるべく大和国五条で挙兵し、9月末に壊滅した天柱組の変や、同じく稲葉藩の尊攘夷氏の起こした本国寺事件が勃発。そして10月に七教落ちの一人沢信義を擁し田島国幾野で挙兵し、諸藩に包囲されて敗北した幾野の変などが起こったことでわかります。なお今日追われた長州藩も主導権回復のために翌年延治元年6月の池田屋事件後、京都へ出兵した金門の変で会津藩薩摩藩らと戦火を交え敗退。京都守護職は
長州藩士たちを過激派のお尋ね者とみなして新選組に取り締まりを強化させました。男女院に任じられ院宮と呼ばれる朝彦親王はこの年に転覆をして朝彦の弓名を賜り親王任官職の日本男女院に任じられたので以後は男女院の通称である院宮とも呼ばれました。また宮御右を中川宮から茅宮に改め京都御所南方の旧京来門院の女院御所跡地に屋敷をもらい茅宮は家禄1500石で宮家の列に加わることになったのです。8月18日の政変後朝彦親王は孝明天皇の信任を得ましたが同時に長州の尊王攘夷使や公家たちの恨みを買い陰謀の宮と呼ばれたということです。朝彦親王邸での酒宴で参与会議崩壊。8月18日の政変後の文久3年末から翌年3月まで夕飯最高実力者による合議制の参与会議が開催されていました。しかし参り与諸侯たちの意見が一致せずに機能しなかったために2月16日に朝彦親王が自邸で諸侯を招いて酒宴を設けました。この席上で泥酔した一橋義信は参り与の島津久光、松平春嶽、伊達宗成を指さしてこの3人は天下の大愚物大奸物であり後見職たる自分と一緒にするなと暴言を吐き朝彦親王に対しても薩摩からいくらもらっているのだという体たらくでした。この義信の発言で久光が完全に参与会議を見限り春嶽らが関係修復を模索したものの結局参与会議体制は崩壊したことは有名です。朝彦親王日記。朝彦親王は源氏元年7月15日から慶応3年9月29日まで源氏元年11月と12月の2ヶ月間の記事を書いた全7巻20冊の日記を残しました。同年7月19日の禁門の変の4日前から慶応3年10月14日の倒幕の密勅効果と将軍徳川慶喜の大政奉還創生という大事件のわずか半月前に終わるというこの日記は原本は消失したものの幕末史研究の重要な資料となっています。罪を得て幽閉される。慶応2年12月末孝明天皇が崩御して14歳の明治天皇が即位後時勢が大きく動くことになりました。15代将軍徳川慶喜が大政奉還後慶応3年12月9日に古御所会議で王政復古が決定し太宰府に流罪となっていた三条実と岩倉に謹慎中だった岩倉朋美ら尊攘派が復権。慶応4年1月には鳥羽伏見の戦いを皮切りに戊辰戦争が勃発しました。そして明治元年8月、なんと朝彦親王は徳川慶喜へ密使を送るなどして陰謀を企てた罪で親王位を剥奪されました。翌明治2年3月6日に広島藩預かりとなり安芸国に送られて幽閉されたのです。この朝彦親王の罪はでっち上げ言いがかりとされていておそらくは岩倉朋美らの朝彦親王がいれば維新の邪魔になるからという言葉でその理由が伝わるというものです。もちろん8月18日の政変で暗躍した朝彦親王は復権した三条実富や長州藩士たちに復讐されたわけです。明治維新は紛れもなく時の政府である江戸幕府に対する革命であったのですがこういう混乱期になると皇族だからといって特別待遇されずしかもでっち上げの罪で皇族の地位を剥奪されたことは驚きに値すると思います。明治維新後の朝彦親王京都に在住して国の宮家を創設。明治3年うる10月に明治新政府は朝彦親王を広島の幽閉先から京都の伏見宮邸に護送する命令を下し朝彦親王は京都で幽閉されることになりました。そして2年後の1月に謹慎を解かれ伏見宮家の一員として皇族に復帰したのです。朝彦親王は明治5年7月に東京移住の命令を受けたのですが京都にとどまりました。そして明治8年4月に一大宮家となり翌月には新たに国の宮家を創設。また明治16年7月に2代皇族に列せられそして明治20年には次男国の利王が病弱であるとして三男国芳王を慶嗣と決定。2年後の旧皇室典範成立によって国の宮家を含むすべての宮家が永世皇族となったのです。廃仏毀釈に抵抗。明治8年7月には朝彦親王は伊勢神宮の祭主に就任し神職を育成する
興、学官大学の創始者ともなっています。朝彦親王は仏教界の最高峰ともいえる比叡山の天台座主の経験もあり、神道界の最高峰の伊勢神宮祭主と仏教と神道の最高峰の要職を務めました。また明治初頭は国家神道を広めるために仏教を弾圧した廃仏毀釈が行われ、朝彦親王は伊勢神宮祭主として廃仏毀釈に積極的に協力したと言われていますが、その後縁の深い奈良の興福寺の復興を目指した興福会、延暦寺復興を目指した通営会の会長も務めたということです。朝彦親王は明治23年2月に貴族院皇族議員に就任しましたが、翌年10月に S 状結腸潰瘍のため66歳で死去しました。数多い子孫、なおいつの頃かは不明ですが、朝彦親王は若い頃には神社の巫女を妊娠させたということもあるそうで、正室はなく側室たちから9男9女の18人の子供たちが生まれ、13人が成人しました。そして次男国宣王が茅野宮家を創設、三男国吉王が二代国宣家を継承、四男森政王が三代梨本宣家を継承、五男高王は親戚降下せずに王のまま分家、八男安彦王は明治天皇の八女近子内親王と結婚して朝香宮を創設、九男成彦王も明治天皇の九女敏子内親王と結婚して東国宣家を創設、七人の女王たちもそれぞれ家族と結婚しています。なお三男国吉王の長女が光純皇后なので、朝彦親王は現上皇の祖父、金城天皇の曽祖父になります。国宮朝彦親王は伏見宮王の四男として生まれましたが、生母不詳のため冷遇され、寺小僧として少年時代を送りました。そんな朝彦親王の境遇を仁光天皇が憐れんで有志とし、親王宣下を受けたことでまともな皇族として扱われるようになり、激動の幕末期には孝明天皇の側近、皇武合体派として活躍、後醍醐天皇の皇子を彷彿とさせる今王と宮と言われたほどでした。そして孝明天皇に攘夷のため戦争宣言させようと大和行幸を企む攘夷白毛を出し抜いて、8月18日の政変では薩摩藩と会津藩の同盟に尽力し、孝明天皇の意思とは関係ない義勅を出し、長州藩の優雅ママに強硬に攘夷を推し進めようとした公家たちを一掃したのです。しかし孝明天皇の崩御後、一挙に時勢が動き、尊攘派が盛り返しました。その結果朝彦親王は罪をでっち上げられて失脚、皇族の身分を剥奪されて流刑にされたのです。明治維新後は罪を許されて皇族に復帰、東京行きを拒否して京都に住み、伊勢神宮祭主などを務める傍ら多くの子供を持ち、その子たちが明治天皇の婿となって宮家を新設。末息子は太平洋戦争後の混乱期に短期間首相を務めた東国成彦、また直系の孫は光純皇后というのは別の話です。それにしても砂漠派だった孝明天皇が存命ならば明治維新はなかったと言われ、タイミングの良すぎる崩御については根強い暗殺説もあるほどです。朝彦親王がでっち上げの罪で皇族の地位を剥奪されて流罪となったのも無関係ではないはず。これらのことは明治維新が決して皇室を崇め祀った尊王思想をもとに天皇を擁立したのではないことを物語っているように思えてなりません。